はい、こんにちは、バーチャル沼原です。はい、米海道トーナメント2018夏休みバージョン CD ブロック2回戦やっていきたいなと思いますね。はい、C ブロックの1回戦を突破した米と D ブロックの1回戦を突破した米、うん、これをミックスっていうかもうごちゃ混ぜにしてますね、うん、C と D が当たるようにしてます、うん、この8つの米で今回は戦っていきたいんですが、その前にこの5秒間やっぱり今日もやっていきたいなと思いますね、うん、じゃあこの間にですね、チャンネル登録やもしこの動画が良かったなと思ったら高評価お願いね。せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな、はい、もしよかったなと思ったら高評価お願いね。今回は驚いた顔でやってみたよ、うん、はい、じゃあ早速対決していきましょう。はい、こちらが CD ブロックを勝ち上がった8つの米ですね、うん、まず第1試合はバスターエクスカリバーゼロバンプソード対シェルターレグルス3リーチウェイト。第2試合はクラッシュラグナルク4スタートランス対スプリガンレクイエム1ダッシュスターデストロイ。第3試合はハザードケルブロス1オービット対ウィニングバルキリー7メテオアルティメットリブート。第4試合はレジェンドスピーカー1バンパートミック対バスターエクスカリバー1ダッシュヒットエクストリームダッシュ。以上の8つの上で戦っていきましょう。はい、はい、では第1試合早速やっていきましょう。はい、僕はバスターエクスカリバーゼロバンプソードでいきます。はい、私はシェルターレグルス3リーチウェイトでいきます。はい、3、2、1、押して。ちなみにこのバスターエクスカリバーゼロバンプソードは内改造ですね、うん、あの、おお、3、2、1、押して。内改造、本当にね、何さっと入れといたね、うん、まあ、カッコして入れてたんだけど、前の C ブロックの時は言わなかったんだけどさ、うん、音 3、2、1、押して。うわー、このバスターに当たっちゃうと、うまく当たっちゃうとね、やばい感じだけど、それさえ避けられれば耐えきれるんじゃない？あら。はい、ではバスターエクスカリバーゼロバンプソードに変えますね。シェルターレグルス3リーチウェイトに変えます。はい、3、2、1、押して。おーい。3、2、1、押して。はい、次でもしバスターエクスカリバーがバーストフィニッシュしたら勝ちだね。おー、バーストフィニッシュ。はい、ということでシェルターレグルスがこの後バーストフィニッシュしてもポイントで上回れないので、バスターエクスカリバーゼロバンプソードが6ポイント、シェルターレグルス3リーチウェイトが2ポイントということで、バスターエクスカリバー準々決勝進出です。はい、続けて第2試合いきましょう。クラッシュラグナルク4スタートランスですね。スプリガンレクイーム1ダッシュスターデストロイでいきます。はい、3、2、1、ゴーデストロイ。これはね、バーストないんじゃないかな多分。ありますよ、このドライバーは当たったやつだから。でもほら、吸収系のレイヤーだからさ。はい、3、2、1、押して。おー、いい具合に当たるんだけど、やっぱりバーストはでき、うわ、すっげえすげえ猛烈なアタック。だがやっぱりバーストまで至らないね、うん、自ら吸収しちゃってるんでしょ、釣りができるの。3、2、1、押して。うわっと、このいきなりね、アタックはすごいんだけどね、うん、バースト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 できなさそうですね、やっぱりね、吸収してんだよね、うん、えい。はい、ではスプリガンレクエイム1ダッシュスターデストロイに変えます。クラッシュラグナルク4スタートランスに変えます。はい、3、2、1、押して。おっと、はい、お、はい、あ、ちなみにスプリガンレクイエムは左回転だね、うん、エイシン君が打ってた時から左回転だよね、うん、そうだよね。おっとおっと、さあさあどうなんだ、あれ微妙。おー、おー、3、2、1、押して。はい、次これね、カシラグラノフがスプリガンレクイエムをバーストしないともう勝ち目がないですね。おー、ということでクラッシュラグナルクはこの後バーストフィニッシュしても勝ち目がないので、クラッシュラグナルク4スタートランスが0ポイント、スプリガンレクエイム1ダッシュスターデストロイが6ポイントということで、スプリガンレクエイム準々決勝進出です。はい、では第3試合いきましょう。ハザードケルペアス1オービットですね。はい、ウィニングバルトリー7メテオアルティメットリブートでいきます。はい、3、2、1、ゴー。
3、2、1、おーっと逆バースト、3、2、1、おーっとフィニッシュ。はい、ウィニングバルキリー、セブンメテオアルティメットリブートに変えます。ハザードキルベース、ワンオービットに変えます。はい、3、2、1、さあ、なかなかいい勝負をしてるこの2機。おっと、アルティメットリブートがすかした。おお、3、2、1、おお、両者バーストでドローかな、これは。3、2、1、さあ、これで決着がつくと思いますけども、最後のワンシュート、アルティメットリブートしたけどどうなるんだ。おお、なんと、いや、いい戦いだったね、ハザードケルベース1オービットが5ポイント、ウィニングバルキリーセブンメテオアルティメットリブートが4ポイントということで、ハザードケルベース準々決勝進出です。はい、では今回最後の第4試合いきましょう。レジェンドスプリガン1バンプアトミックですね。バスターエクスカリバー1ダッシュヒットエクストリームダッシュでいきます。はい、3、2、1、ゴー、いけー。レジェンドスプリガンは左回転です。おっと、おー、ワンフィッシュ、3、2、1、おっと、3、2、1、おっと、またすっげえ最初にすげえ当たったからさ、バーストバーストする可能性高い。あ、でも大丈夫かな、いや大丈夫、大丈夫っぽい。バーストおっと、いけるか、いけた。バスターエクスカリバー1ダッシュヒットエクストリームダッシュに変えます。はい、レジェンドスプリガン1バンプアトミックに変えます。はい、3、2、1、ゴーシュ、おーい、3、2、1、ゴーシュ、はい、あということで、レジェンドスプリガンがこの後ね、バーストフィニッシュしたとしてもポイントで上回れないので、レジェンドスプリガン1バンプアトミックが1ポイント、バスターエクスカリバー1ダッシュヒットエクストリームダッシュが7ポイントということで、バスターエクスカリバー準々決勝進出です。はい、ということで今回の CD ブロック2回戦を突破したペアですね、バスターエクスカリバーとスプリガンレクイエムとハザードケルベウスともう一つバスターエクスカリバーです、ということで今回 CD ブロックだったんだけれども、こちらにね AB ブロックの勝者ペア4つありますね、次回はこの AB ブロックと CD ブロックをシャッフルして戦わせたいなと思いますね、準々決勝ですね、いよいよ大詰めになってきましたね、準々決勝が終わったら準決勝決勝になりますね、また次回楽しみにしててください。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回以上でございます。バイバーイ。